石井美希子は日本の照明デザイナー。石井美希子デザイン事務所主催。父はベルリンオリンピックサッカー。日本代表の竹内定造。夫は法学者の石井志郎。長女の石井里里も照明デザイナー。ライトアップ湯村東京都出身。幼稚園から高校までお茶の水女子大学付属に通い、1962年に 東京芸術大学美術学部図案計画科を卒業。デザイン会社で照明器具のデザインに携わり、1965年から1967年にかけてフィンランドとドイツの照明設計事務所に助手として勤務する。帰国後の1968年に石井美希子デザイン事務所を設立し、1970年に開催された大阪万博。 1975年に開催された沖縄国際海洋博覧会の照明デザインを手掛けるが、オイルショックの影響で照明デザインは電力の浪費と受け取られ、日本国内では不遇の時期を過ごす一方、日本の建築雑誌で作品を見た、ミノル山崎の目に留まったことをきっかけに、日本に仕事がなくても地球上のどこかにはあるはずと、オイルマネーで建設ラッシュには苦中東をはじめ、 海外での仕事をこなし実績を作っていった。1979年の国際照明委員会、京都大会を前に京都タワーから夜景を見た際に、名所が暗闇で見えず、道沿いの街灯とパチンコ店のネオンばかりという光景に、 世界の照明関係者にこんなお粗末な夜景を見せたくないと、京都市役所に直訴した者の,の担当者には全く相手にされなかったことから、1980年代は都市照明の必要性を説明するため資材を投じて、日本各地を回りプロモーション活動を行い、筑波科学万博や横浜市のライトアップフェスティバル、ジャパンフローラ2000といった祭典のライトアップや、大阪市や函館市、 姫路市、倉敷市、北九州市、白川郷合唱集落などの都市空間のライトアップを成功させる。1989年の東京タワーのライトアップデザイン以降は内外から注目されるようになり、北米照明学会大賞を国際下と緑の博覧会、光ファンタジー電力館とレインボーブリッジで2回受賞している。現在、都市照明から、 レーザーアートまで幅広い光の領域を開拓し、日本における照明デザイナーの先駆者、第一人者として、日本のみならず、アメリカやヨーロッパをはじめとして、世界各国で活躍する。国土交通省、内閣府の審議会委員を歴任し、2000年に指示法省を受賞、2019年に文化功労者、2020年に東京都名誉都民に選ばれる。 戦争時のライトアップ、ありがとうございます。